はい、こんにちは、トレーダーの友です。それではですね、今回は日経22号ですね、見ていきたいと思います。結論から言いますと、まあ、節目となる3万円、これをですね、上に抜ける可能性が極めて高いと思っております。その理由を話していこうと思います。でまず月足で見ていくとですね、まあ、このアベノミクスからですね、2012年ぐらいからですね、まあ、基本的にはずっと上昇トレンドの中に範疇にいるというようなところになっています。まあ、ここだけね、コロナでね、一旦戻していますけれども、まあ、すぐにですね、押し返しているというようなところで、まあ、この上昇トレンドラインというのはまだ一定程度機能しているんじゃないかなというふうには思っております。そして下値の目処としましては、まあ、今ですね、まあ、長らくですね、月足で、まあ、サポートとして機能しているこの2万5000円から2万6000円ぐらいの付近ですね。それからその下でいくと2万4000円の付近、この辺のところがですね、ダウンサイドっていうところは意識されるんじゃないかなというふうには思っております。でこの月足の形成の仕方っていうのを見るとですね、まあ、レンジ相場になっているというのはまあその通りなんですけども、この直近のですね数ヶ月の足を見るとちょっと今までにはなかった形になっているっていうのがね、わかるかなというふうに思います。でそれについてですね、具体的にお話をすると、この下限のですね2万5700のあたりですね、このラインとそれからこの2万8400このラインですね、ここの間をずっとですね2022年の年初からですね行ったり来たりしているわけなんですけども、まあ、最初のうちっていうのはですね、この上限のところをついた後っていうのはずっとですね、この下限を必ず次の月ではですね、ついているというような特徴があります。例えばここもそうですよね。ここで大陰線で押し下げた後っていうのは次の月でこの 25,800 このラインをぶつけていますよね。そして次の月は上限のところですね、ヒゲでタッチをしていますけれども、その次の月にはですね、まあ、ほぼほぼ2万6000のところまで下げているというところですね。そしてここもそうですね、2022年の6月もですね、上限をヒゲでタッチした後、次の月にはですね、下ヒゲでタッチをしています。そしてここもそうですね、上ヒゲ、結構ここは長めにね取りましたけれども、8月ですね、昨年のこの次の月には下限でですね、しっかりとこの2万6000のところをタッチをしているというようなところですね。ここもそうですね、2022年の11月の後も2012年は下まで来ているというようなところで、これまではですね、このまあ上限の幅、それから下限のところっていうのをですね、しっかりとヒゲベースではしっかりタッチをしていたのですが、今回ですね、2022年、23年の3月、先月はですね、ここをヒゲで力強く抜けたにもかかわらずですね、次の月ですね、まだこの位置で収めているというようなところですね。つまり今までっていうのは上限タッチした後っていうのはですね、すぐに下までですね押し返される、2万5000円付近までですね押し返されていたにもかかわらずですね、今月足っていうのはまあ、まあ、全くですねその予兆っていうのが、まあ、18日まで来てますけども、まだないというところですね。でもちろんですね、この後下まで下げてくるっていう可能性はあるかなとは思うんですけども、まあ、様々なそのね買い足あるいは上位足を見ていくと、その可能性っていうのはかなり低いかなと思ってます。で上位足、3ヶ月足を見ていきましょう。はい、3ヶ月足を見ていくとですね、これもですね、ある一定の、ね、規則性っていうのがこの3ヶ月っていうのはあるわけですね。まあ一番上ね、上限のところをついた後っていうのはですね、必ず下まで押し戻されていて、2万6000円の前半の付近まで押されていますね。でこの2022年7月のこの3ヶ月足もですね、上の、ね、上ヒゲをめちゃくちゃ長くつけてですね、最終的にはこの2万5000円の付近までですね、落としてきていると。その次の3ヶ月足もそうですね、これだけ長い上ヒゲをつけながらも2万6000円のところで最終的には落ち着いているっていうところで、まあ、これ何が言えるかというと、このですね上限のこの2万8000円の付近でですね、全くこの値打ちっていうところもあるとは思うんですけども、この位置で全然踏ん張れないというところで、すぐにこの辺りではですね、売られてしまう、そういう、まあ、買いが続かないような相場っていうのが、まあ、この3ヶ月間続いてたということですね。ところが今年に入ってからこの大陽線をつけているということで、まあ、ずっとですね、この上限のところっていうのはついているのは同じなんですけれども、最終的に確定のところが2万8000円を超えているというようなところで、これまでですねこの3ヶ月にはなかった
ね、この9ヶ月にはなかったこの強さっていうのを見せたっていうところですね。でその3ヶ月足を受けて今月ということで、ね、今のところですね、下髭をしっかりと作ってから陽線という形で引けているということです。まあ、この上位足を見てもですね、明らかにこのパワーバランスっていうのが売り優勢の形からついに買いの優勢のパワーバランスに転換をしてきている、ね、特にこの1月から3月のこの足っていうのが非常に強かった。そしてその流れを4月以降も受け継いでいるというような、まあ、今の経過っていうところですね。そして週足で見ていくとですね、まあ、さらにそこのところを細かく見れるかなというふうには思うんですけども、まあ、この天井ついた後ですよね。基本的に天井ついた後っていうのは、その後ですね、力強く売り込まれる。ここもそうですね。天井ついた後は力強く売り込まれる。ここもそうですね。天井ついた後は力強く売り込まれる。ここもそうですね。天井ついた後っていうのは売り込まれるっていうところで、ここもそうですね。売り込まれる。この天井ついた後の売り込まれるっていう動きっていうのがずっと続いていたわけなんですけども、ここのですね、2023年の3月1週目ですね。これはバシリコンバレーの、ね、銀行の、まあ、そういった、ね、チョックの後ですね、売り込まれたわけですけども、売り込まれ方が今までで最も弱いですよね。ここの 26,600 ですね、この辺の付近までで、すぐに押し戻して下髭をつけていると。その後っていうのは、買われて、ね、それをアウトサイドする形で陽線、そして売り込まれてもそれをまたアウトサイドする形で陽線という形で売られて、この辺のところはですね、さすがに売られやすい水準ではあるんですけども、それをですねことごとく切り返してアウトサイドして、上昇している。そういった週足ベースで見てもですね、今までにはなかった非常に強い上げ方っていうのを、まあ、ここ数週間しているっていうのがわかるかなというふうに思います。まあ、そして日足ベースで見てみると、まあ、今のね上昇の仕方っていうのはですね、まあ、非常にですね強いっていうのはあるんですけども、まあ、一方でこの値位置的に見るとやはり高値圏に来ていますので、まあ、以前のね、過去から見てもかなり売られやすい水準、この赤いラインのところですねに入ってきているなっていうのはわかるかなというふうに思います。ただ前回の売り込まれ方がやっぱり限定的だったのもあってですね、まあ、この値位置であってもですね、ある程度一定程度、まあ、売られるとしてもですね、しっかりとここが逆にサポートになってくるっていう可能性も十分あるのかなというふうには思っています。でその場合ですね、この2万7000円の前半の付近ですね、まあ、この辺のところが仮に下落してきたとしてもですね、この辺のところで押さえつけられて、さらにですね、ここでショートレンジを作って揉み合うっていう可能性は、まあ、十分あるのかなというふうには思っています。まあ、ただですね、最初にお示ししたようにこの月足っていうところを考えるとですね、まあ、そろそろこの上限の2万8000円のこのレンジ上限のところですね、ここを上に抜けてくるっていう可能性は、まあ、十分に考えられるかなというふうには思いますし、まあ、この月足ですね、この4月の確定の仕方によってはですね、5月以降ですね、この3万円のところに到達をしてくる、まあ、可能性っていうのは十分高いかなというふうに思います。それは今までですね、実体ベースで、このですね、まあ、赤いね、僕はこの赤く色つけているところで、実体ベースが抜いてきたっていうことは、このね、この下落以降は一回もないわけですよね。まあ、その水準を今実体ベースで上昇してきていますので、まあ、先月のようにですね、上引きで引けてしまうっていうことがない限りはですね、このまま確定をしてくれれば5月以降ですね、さらにこの流れっていうのは受け継がれる可能性っていうのは十分高いかなというふうに思っております。なので、まあ、重要なこととしてはですね、3万円のところを、まあ、クリアしていくためにはですね、まず今月足っていうのが、まあ、今までですね、この上限のところで、全部押さえつけられていたところをですね、しっかりと上抜いた状態で実体ベースですね引けるっていうこと、これが重要かなと思います。そして今週足ですね、まあ、今週足に関しても、この赤いラインですね。この赤いラインを上抜いた状態で陽線で引けるっていうことがですね、来週以降の強い動きにつながっていくのかなというふうには思っています。なので、今週足の確定、それから4月の月足の確定、まあ4月もですね、もう終盤に入っていきますけれども、まあ、そのあたりを見極めることによってですね、次、ここを抜けてくると29,400、それから37,000ですね、この辺のところの水準っていうのも十分ですね、タッチできるような、そういった形になってくるかなと思いますので、まあ、これまでですね、ずっと抑えられてきたところが抜けてくるっていうことになると、結構力強い動きっていうのが、この辺からですね、スピードアップして上がってくる可能性っていうのは、十分あるかなと思います。というのはですね、この前回のところもそうなんですよね。
この大体ですね、2018年から2020年の11月ですね、まあ、コロナショックを受けて、ですね、一回ですね、この買いでずっと持ってた人たちが、一回ここでですね、売りを仕掛けて、まあ、はけたことでですね、また新規の買いが入ってっていうところがあったと思います。でこの時もですね、横軸ベースの上限のね、節目っていうのをきれいに規定していますよね。そしてここを週足ベースで抜けたことを皮切りに、次の週からですね、一気にギャップアップして、3万円のところまで行っているっていうことを考えると、まあ、今回と似ていますよね。こういう時間的な調整っていう意味でも、こちらもですね、だいたい2年ぐらい、ね、ずっといますし、今もですね、だいたい1年半ぐらい、この値打ちにいるっていうところを考えると、まあ、このね、横軸の節目っていうところを抜けることで、一気にですね、3万円を抜けてくる可能性っていうのも十分ね、今の相場だとあるんじゃないかなと思いますので、まあ、日本株ね、触っている方はですね、まあ、非常にですね、この楽しみな相場に5月以降なる可能性があるっていうところで、まあ、今回はですね、ちょっと注目点っていうところをですね、挙げさせてもらいましたので、引き継ぎですね、日経225を見ていきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、今回は日経225見ていきました。ちょっとでもね、面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。